はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版スズキイグニスでございます。でこのイグニスも先日仕様変更が行われまして、特にフロント周りのデザインなどが変更されるなどして、さらに魅力感が増しているコンパクト SUV ということになっております。見ていきたいと思います。まずイグニスの概要が紹介されております。ちょうどいい大きさで扱いやすい SUV ということになっております。さらに全車マイルドハイブリッド仕様ということになっております。そしてスズキセーフティーサポーターが搭載されておりまして、サポカー S ベーシックプラスの認証も受けているということになっております。そしてスタイリングが紹介されております。特にフロントバンパー周りのデザインなどが変更されるなどして、さらにアクティブな印象になったということになっております。そしてサイドビュー、このような感じになっております。最新でありながらどこか懐かしさを感じることができる独特なデザインということになっております。そしてテール、このような感じになっております。そしてインテリアはこのような感じになっております。インパネ周りも機能性を重視した扱いやすいデザインになっております。それにシート周りも最上級仕様ですとレザー調のシートが採用されるなどしてタフな印象になっております。そして車内空間も十分な広さが確保されるということになっております。で、標準グレードですとファブリックのシート表示ということになっております。そして環境性能や動力性能についてが紹介されております。全車 1.2 リッターのエンジンとモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドが採用されております。そして肉四駆の燃費の数値、このような感じになっております。そしてミッションが CVT となっておりまして、アイドリングストップのモードの切り替えもできるようになっております。それにメーターも視認性、操作性に優れたメーターが採用されております。そして運転のしやすさなどが紹介されております。コンパクトでアイポイントも高いということで、取り回しもしやすい設計ということになっております。そして最上級仕様にはクルーズコントロールも採用されておりますし、中間グレードにもパドレシフトが採用されております。そしてフロント周りプレミアム UVIR カットガラスが採用されておりますし、最長回転半径 4.7 メーターということで、狭い道でも取り回しがしやすい設計ということになっております。それにキーレスプッシュスタートシステムにも対応しておりますし、ドアロック連動にも対応しているリモート格納ドアミラーも採用されております。そして運転席助手席シートヒーターが採用されておりますし、リアヒーターアダプトなども採用されるということになっております。そしてドアが3段階で開け閉めができる設計が採用されておりますので、狭い駐車場でも便利ということになっております。そして走行性能についてが紹介されております。四駆システムもビスカスカップリング式の四駆が採用されております。それにロードクリアランスも十分確保されるということになっております。それに急な下り坂を安定して走行することができるヒルディセントコントロールや、ぬかるみからの脱出をしやすくするグリップコントロールも 4WD 車には採用されるということになっております。そしてプラットフォームにはハーテクトが採用されておりますので、ボディ剛性や軽量化もしっかり測られているということになっております。それにボディ部分には軽量衝撃吸収ボディテクトが採用されるということになりますし、サスペンションも専用設計がされているということになっております。そして扱いやすさが紹介されております。2列目格納しますと広大な空間が確保されるということになっておりますので、長い荷物、大きな荷物も楽に積み下ろしができるということになっております。そして荷室側からもシートの操作ができる設計が採用されております。さらに2駆4駆で容量は異なるんですけど、サブトラックも確保されるということになっております。さらに最上級仕様では防音素材が長靴には採用されております。それに収納も充実しておりますので、使い勝手も考慮された設計ということになっております。そして安全サポート機能が紹介されております。まず運転がしやすい設計が採用されておりますし、運転操作に集中しながらでも自然な動きでオーディオ空調の操作ができるレイアウトが採用されております。それに車線逸脱警報やふらつき警報、そして先行車発進お知らせ機能も採用されるということになっております。それに坂道発進補助のヒルホールドコントロールや、急ブレーキの際後続の追突防止のためのエマージェンシーストップシグナルも採用されております。それに姿勢補助のための ESP も採用されるということになっております。そして全方位モニターにも対応しているということで、駐車や狭い道でのすれ違いなども楽に行えるということになっております。そして歩行者検知にも対応したデュアルカメラブレーキサポートが採用されておりますので、安全装備もしっかりしているということになっております。それに前方の誤発進抑制機能も採用されるということになっております。そして先ほども紹介しましたが、軽量衝撃吸収ボディテクトが採用されております。そしてエアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされるということになりますし、ボディフロント部歩行者障害軽減ボディ構造ということになっております。それに4輪 ABS ももちろん採用されております。
それにフロントリア高性能な 3.3 シートベルトが採用されております。さらに最新のアイソフィックスにも対応したチャイルドシートもしっかり固定できるようになっております。さらに衝突の際首や頭への衝撃を緩和してくれるフロントシートやインテリアの構造が採用されております。さらに中間グレードや上級グレードになりますと LED のヘッドライト周りが採用されておりますし、リアフォームも採用されるということになっております。さらにオートライトやライトの自動消灯システムも採用されておりますし、助手席のシートベルトの締め忘れを防止してくれるシートベルトリマインダーも採用されております。さらに防犯もしっかりしているということになっております。そしてグレードが紹介されておりまして、最上級グレードがハイブリッド MF のグレードとなります。2駆4駆 CVT で用意されております。そして中間グレードがハイブリッド MV となります。こちらも2駆4駆 CVT でラインナップされております。そしてベースグレードがハイブリッド MG となります。こちらも2駆4駆 CVT で用意されておりまして、 MF、MV、MG は全方位モニター用カメラパッケージ装着者も用意されるということになっております。そして MG に関してはセーフティーサポート非装着者も受注生産で用意されるということになっております。そしてボディカラーがモノトーン8色、ツートーン3色のラインナップということになっております。そしてインテリアカラーがグレード、ボディカラーに応じて4種類ラインナップされております。そしてグレードごとの装備の比較などが紹介されております。このような感じになっております。そして主要装備一覧表が紹介されております。そして主要所見表や車体の寸法図なども紹介されております。そして環境情報などが紹介されております。それに鈴木の純正オイルも紹介されております。それに純正アクセサリーもいろいろと紹介されております。裏表紙このような感じになっております。はい、ということで今回は最新版スズキイグニスについて紹介しました。カタログの内容と話の内容を異なる表現とあったと思いますが、その点もご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。